皆さんこんにちは。今日はセリアから発売されたこちらのスプレーカバーを使って家にあるスプレー缶を白黒にしていきたいと思います。こちらの商品は視聴者様に教えていただいたんですけど、直径は7センチ、高さは20センチまで対応で、長すぎる場合は上の部分をカットすればいいそうです。2枚入りで100円でした。で、今日白黒にしたいものはこちらです。トイレスプレーなんですけど、小林製薬から発売されているトイレ用消臭源スプレー、パルファムブランとパルファムノアルという商品です。もともとのデザインが白黒なのでカバーは必要ないかなと思って買ってきていたんですけど、今はリメイクするものがこれしかないので、これに合わせて作っていきたいと思います。表は白黒でも裏はこんな感じでごちゃごちゃしているので、カバーをつけるのもいいかもしれないですね。では早速作っていきましょう。中身はカバーが2枚と両面テープが6本入っていました。材質はポリプロピレンと書かれているんですけど、防水で同じ商品を買ってくれば何度でも再利用できそうです。下を合わせてこのラインでカットしたいと思います。7センチでカットしようかな。で、次はこんな感じで4箇所両面テープを貼るみたいです。あ、なるほど。まずこちら側のテープを外して缶に固定するみたいなんですけど、そうするとカバーが外れなくて再利用できないので、こっち側のテープだけを外して貼ってみたいと思います。はい、できました。こんな感じです。で、これだったら何度でも再利用できますね。はい、こうしてみるとやっぱりカバーをつけた方が可愛いですね。こちら側も作ってみたいと思います。はい、2本ともできました。カバーをつけなくてもいいかなと思っていたんですけど、やっぱり白黒にすると可愛いですね。とても気に入りました。他にはヘアスプレーだったり虫除けスプレーだったり、何にでも巻きつけて白黒にすることが可能だと思います。気になった方はチェックしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。